まあ。みんなやっほー。こんばんはです。今日は6月18日火曜日9時34分ハットありがとう、たい焼きもありがとう。目薬入れたてで視界がぼやけてるこんばんは。番組の調子が良くない こんばんは。さっきねインスタを上げたので皆さん見てください。見てくださいましたか？あ、そうらしい、そうらしいっていうか、そう、私も皆さんのお祝いコメントを見て気がついたんですけど、あの名古屋ガールズ、初めての名古屋ガールズからあの2年経ったっていう。ありがとうございます。皆さんいつも本当に応援してくださって、そう、2年初ステージから2年ね2年経ったんだって。2年、なんか意外とそう、もう2年っていうのとまだ2年なんだみたいなどっちもある、どっちもありますね。懐かしいよね、わかる。そうだよね。なんかその日はあの幕張で特会があって、で純一期も次の日が初めてあの幕張でトーク会だったんですけど、だから多分幕張で見てくださってる方、配信で見てくださってる方も多分いっぱいねいらっしゃって、そう、幕張でね見てた方結構聞いたから結構多いと思うんだけどそう、
ね、現地に来てくださってた方も配信で見てくださってた方もありがとうございます。そう、次の日は幕張、初幕張で初トーク会懐かしいよね懐かしいよね。なんか、うん、そう、今度のはね11期は出ないんですけど、うん、初めてのトーク会ももうなんか懐かしい。なんかトーク会の方が前に感じる、なんて言うんだろう、なんか名古屋ガールズよりトーク会の方がそんな大してね変わんない、次の日だから。でもなんか名古屋ガールズはまだ最近感あるけど、なんかトーク会の方がめっちゃ前に感じる、なんでかなんでかわかんないけどね。前髪が伸びちゃった。みんなはどっちだった？名古屋ガールズ配信で見てた方と現地で見てたよって方。そう、あの時はもう当日券だったんだよね、私たちはお試しだったから。確か確かね。うん、見れなかった方ね、そうだよねそう、意外と2年前だから、ありがとう、知ってくれてたい焼きありがとう。その時はパレオから始まって順番は全く覚えてないけど無意識で終わった記憶はあって、パレオ、放課後レース、チャイラブ、コップ、無意識。コップが珍しいよね、そんなしないよね、なんかコンサートとかでも。だからコップ、そう、もうだからあれっきりしてないし、難しかった記憶があるコップ難しかった記憶ある。チャイラブはなんやかんやウィーアでもやってたんで、SK ファン復帰して1年ちょっとなんで、ありがとうたい焼きありがとう。そうだよね、コップやると思わないよねコップ難しい。放課後レースもあんまりしてない。その年のサマステでは確かしたけど、サマステした、なんかでしたよね。コップなん、コップじゃない、11期でもう1回ぐらいやった気がする。放課後レースオープニングアクトかな。パレオ、チャイラブ、コップ、放課後レース、無意識、すごっ、それですありがとう。そう、パレオはね、みんなおーってなってくださってためっちゃ覚えてるめっちゃ覚えてる、みんなが湧いてくれてた、嬉しかった。一応ね、あの時まだコロナ禍で、まだギリギリまだマスクつけてましょう期間じゃなかった確か
確か私の記憶だと。いや違うかな、でもまだコール解禁してなかったから多分そうで、そう、ね、そうだよね。しかも雨だったし雨だったし、ね、懐かしいよね。でもなんかもうパレオット無意識はね、なんかいろんなところで結構やったりするけど、チャイラブもいいや、やらなく終わってからやらなくなったし、コップとフカグレスもなかなかする機会がないから、ちょっと久しぶりにやりたいですね。でその次、去年ですね、去年の名古屋ガールズは夏を急げはしたよね。強い僕のため急いでくれ、青い海が待ちきれない。あと何やったっけ、うん、そこでフカゴレスした気もしないでもない。コップン、コップンできるかな、難しい歌は覚えてる、曲は覚えてるけど、あの踊れるかって言われると、完璧に踊れるかって言われるとちょっと難しい、分かんない、もう一回ちょっと一から復習したいあ、そうなんです、 CBC ラジオの夏祭りに出演させていただくことが決まったので、皆さんぜひまだスケジュール空いてるよって方はその日を空けてお待ちください、よろしくお願いします嬉しい野外ライブ、そうなんです、嬉しい、みんな待ってるね、よろしくね、大好き夏の野外ライブお、ちょうど休みの日だったから行きたい、待ってます、待ってますよ、予定開きまくりです。じゃあそこにももうくるみって入れといてくださいハートありがとう、たい焼きありがとう、嬉しい、みんな待ってるね、昔1曲目に12月のカンガールやってた、どういうことどういうことえ、すごいねちょっと待って、あの頃意外にマンゴー、愛してラブルです、青空、万歳、賛成、夏ですよ、すごっ、瀬戸里あ、そうだ、あの頃やった、あの頃ね、これやりました、夏を急ぎが難しくて夏を急ぎ難しくて本当にはい、その時苦戦してた思い出があります。青空片思い、恋は空の下で生まれるんだ、かわいい、かわいい曲、お花ありがとう、たい焼きありがとう、あれだよ、あの頃はね、あの11期の TikTok に上がってるそういえばね、だるまありがとう、たい焼きありがとう、ハトもありがとう
しかったな。そんな前じゃないかも TikTok。 どうだろう。そんな前かな、どうだろう。でもパレオもあるもね、2年前のやつも去年のやつも私上がってるからどっちもあると思います。2年前はパレオ踊った、去年はあの頃踊った。ぜひ。あ、だいぶ前ですね、去年。土曜日雨が降ると個別行けるかもしれないので、雨が降ると行けるかもしれないの。そうなんだ、じゃあ雨降りますように。あら、幕張ありがとうございました。可愛すぎて何も話せずに終わりましたが最高でした。ありがとうございました。次はたくさんお話ししましょう。ありがとう。じゃん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 。背伸びたのかな、どうなんだろう。でもなんかわからない。わからない。なんか身体測定では伸びてないの、変わんなくて。でもなんか伸びたねって言ってもらえるから伸びたのかなって思ったり、でも数字で見たらまあ変わってないっていう。多少若干は伸びてると思う。レインボースターありがとう。アズクルッピーってすごいです、いつもありがとう。どうしたんだろう急に。ありがとう、こちらこそ。嬉しい。パフォーマンスが大きく見えたから身長伸びてるかと思いました。嬉しい、ありがとう。あ、髪まとめてると背高く見えるかも。確かにね、それはあるかも。また花火の髪型ね。似合ってた。でもなんかまだ一人でやるのは心細いので、誰かとできる時があったらまたしてると思います。誘われるとやります、私は何でも。あ、26日声出し当選おめでとう。くるちゃんが土曜日に劇場で会おうねって言ってくれたからに違いない。お、くるみパワーだ。ありがとう。やっぱくるみパワー劇場当たるのかもね。ありがとう。昨日のスクランブル公演お疲れ様でした。素敵な生誕祭、おかげさまで素敵な生誕、あ、誕生日になりました。よかったです、お誕生日おめでとう。たこ焼きじゃない、たい焼き、ありがとう。だるまありがとう。にゃんこのインスタ可愛かった、みんな見てね、にゃんこのインスタよろしくね。たい焼きもいっぱいありがとう、ハートありがとう、レインボースターありがとう。
外とまだ火曜日、なんか先週はめっちゃ早かったの私1週間、えもう金曜日だみたいな感じがあったんですけど、まあでも火曜日が今日終わると思ったらもう木金しかないのかって水曜日飛ばして水曜日あるけどね。じゃあもうみんなトーク会と握手会だよみんな。ねえもうトーク会と握手会だよ、最後だよ、え最後だよ、え最後だよ、あれもうこれが最後？え？早すぎない？え？やだー寂しい。そうなんだ。迷ったら花火。まあ本当にあの究極まで迷ったらしてるかも。ねアイホール最後だって。信じられない。まだありそう。まあ、まあ次のシングルまでないって思うと寂しいですけど、次のシングルがあったらまた喋れるのでね、そういうことにして一旦楽しみます。土日は。そうなんだ、そうだよね。うん、そうだよね。昨日のクリミンかっこいい、かわいい、両方良かった、嬉しい、ありがとう。さくらんぼだ、さくらんぼ。ね、なんかツーショットはあのお話できるちゃできるけど、そのやっぱりなんて言うんだろう、トーク会ほどはできないから、お話ししようね。あ、55分だ、うん、早い。ハートありがとう、たい焼き、ありがとう、たい焼きじゃない、誰もありがとう。ちょっと可愛すぎて怖い、ありがとう。いっぱい可愛いって言ってね。では今日のランキングを読んで終わりたいと思います。いきます。13位、しのさん、ありがとうございます。13位おめでとう、ありがとうございます。ありがとう、ありがとうございます。そして12位ぺこぽん、ありがとう。12位おめでとう、ありがとうございます。ありがとう、ありがとうございます、ありがとう。そして11位マックフロントさん、ありがとうございます。11位おめでとう、ありがとうございます。ありがとうございます、ありがとう。そして10位石戸庵さん、ありがとうございます。10位おめでとう、ありがとうございます。ありがとう、ありがとうございます。そして9位岩尾さん、ありがとうございます。9位おめでとう、ありがとうございます。ありがとう、ありがとうございます。そして8位スランプくん、ありがとうございます。8位おめでとう、ありがとうございます。8位ありがとう、ありがとうございます。そして7位大吉さん、ありがとうございます。7位おめでとう、ありがとうございます。ありがとう、ありがとうございます。そして6位デイさん、ありがとうございます。6位おめでとう、ありがとうございます。ありがとう、久しぶり、ありがとう。そして5位テイチさん、ありがとうございます。5位おめでとう、ありがとうございます。ありがとう、ありがとうございます。そして4位たくやまるさん、ありがとうございます。4位おめでとう、ありがとうございます。ありがとう、ありがとうございます、ありがとう。そして3位アンキューさん、ありがとうございます。3位おめでとう、ありがとうございます。イエイ、ありがとう。そして2位カリフォルニアニューさん、ありがとうございます。2位おめでとう、ありがとうございます。ありがとう、ありがとうございます、ありがとう。そして1位ポートグリルさん、ありがとうございました。1位おめでとう、ありがとう。
ありがとうございます。ありがとう。皆さん皆さん、今日も来てくださってありがとうございました。これはインスタ見てねっていうニャンだよみんなインスタ見てね、よろしくねあと CBC ラジオの夏祭りの日は予定を開けておいてください。よろしくお願いしますでは明日は時間がない声じゃなくて声出していこうぜなので、はい、劇場でよろしくお願いします。会いましょう。配信でも劇場でもよろしくお願いしますまざっちゃった、このあのもう時間がない、出たばっかだったから昨日ねよろしくお願いします。 DMM 最善でよろしくね。ありがとう。劇場である方もよろしくね。よろしくです。じゃあもうちょっとで終わっちゃう。じゃあ皆さんおやすみなさい。今日も一日お疲れ様でした。バイバーイ。いいおやすみなさい。ありがとうございました。クワイファイト頑張ります見てね。バイバーイ。ありがとうございました。